はい、皆さんこんにちは、ソリップです。今日はグランブルファンタジーの実況をしていきたいと思います。今日が7月11日で、今イベント総会を行く暗黒巨大魚っていうのをやってるんですけども、まあ、今回は番外編として、まあ、スキンを買ったというか CD を買ったので、それについているまあ付属品というか、まあ、スキンなんですけど、という紹介をね、ちょっとしていきたいなと。あとおまけでこのサプライズスペシャルガチャセットの説明もちょっとしようかなって思っております。で、この今出てるのが、あのなんだっけ、君と僕の未来の CD でついてくるスキン、スーパースターハーピスト系統のスキンですね。で、これが夜空の雫をじゃないわ、このアイドルスキンセットを買うともらえるジェシカのアイドル衣装なんですけど、ジェシカを持っていない場合はジェシカが手に入って、持っている場合はレジェンドガチャチケットが1枚手に入りますと。まあ、持ってなかったんでジェシカを手に入れましたと。団長さん、私たちの歌どうでしたか？まあこんな感じですね。で、こっちが夜空の雫の CD を買った時に手に入るアリーザのアイドルスキンなんですけど、アリーザを持っていない場合はアリーザが手に入ります。まあさっきのジェシカと同じですね。あんなにしっとりした女の子らしい歌、私には歌えないって思ってたけど、その意外にしっくりくるかなってって感じですね。で、サンバガラス男歌の CD を片手に入るオイゲンの、なんだっけこれ、まあ、ふんどしなんですけど、なんか名前があったので忘れましたが、穏やかな海は優しさを育て、荒れた海は男気を育てる、漕ぎ出すとしようや、冒険という名の大会やな。まあこんな感じですね。まあさまざまな種類があるんですが、まあそれは買ってみてとか、あのもし聞きたいという要望があればまたコメントしていただければっていうところなんですけど、今回はこのスキンパーティーで行ってみようかなと思います。スーパースターとジェシカ、アリーザ、オイゲンで、まあ何に行くかっていうと、そんなね強いのもね、まだそういうのを余裕で倒せるものじゃないんで、ティアマトのねハードで勘弁してもらいたいかなと思います。これでも正直言って、まああのサブにパージマルとクラリスがいるんで、一応やられてしまった場合は保険がかかっています。まあ、正直言うと、あの火のパーティーの武器コンセプトにオイゲンを突っ込んだっていうだけなんで、オイゲンさんの火力は全くないにしても過言ではないですね。で、このアイドルスキンとあのふんどしスキンなんですけど、最初のパーティーを編成するときには出なくて、これ戦闘時に出るんですね。あ、編成時のときはいつも通りのスキンで、で戦闘時と奥義と、チェインバースのときだけこの特別なスキンで出てきますと。まあ、そんな感じです。多分普通に奥義のセリフとかは違うんで、普通のやつと。まあそれを聞いていただければなという感じですかね、今回は。で、ちなみにアリーザの技なんですが、アリーザじゃねえや、ジェシカか。まず単体ダメージで味方全体の攻撃ショーアップで、自分のダブルアタック確率アップ、これはスーパースターと被ってるんで、スーパースターが終わったらっていう感じですね。で、アリーザがこれが非属性ダメージプラス奥義ゲージアップで、これがカウンターですね。で、これが自分の攻撃アップ特大1ターンなんで、これは奥義に合わせてかなっていうところですね。で、オイゲンが普通に単体ダメージカウンターで、ウェポンバースト的な感じですね。普通に最高のライブにしましょうね。一緒に頑張ろう。一気に片付けちゃいましょう。さすがジェシカ。ああ、一応掛け合いがありますね。初めてやったんですけど、あのアイドルマスター系とか、あのメルーとネモネみたいな感じで掛け合いがありますね。さ、やろう。二人で頑張りましょう。知らなかった。本気で。この程度、修羅場とは言えねえな。大船に乗ったつもりでいな。よいしょ。私も負けてられない。アリーザさん、調子良さそうです。よし、これでいきましょう。そもそもドライチェイン、エイヤ
エイヤッサー。はいはい、チェイチェイ。エイヤッサー。まあティアマトなんでほとんど何もこっちは言うことがないんで、正直に言うところ、ただ殴るだけです。撃ちます。はい、ドライドライ。エイヤッサー。上半聞かせてください。ドライブアリーザさんの歌、ドライブの技が来るんで一応カットしましょう。30% カットと再生がつきました。もう一回殴ろう。はい、チェイス。痛い。私の全部ぶつけさせてもらいます。ズドンと決めちゃえ。準備万端、ショートアリー、いつでも行けます。シンコが、あ、掛け合いが結構長い。なるほどね。では砲かけ直して、オーバーチュアは待った方がいいけど、まあいいでしょう。そこまで強くはない。最高のライブにしましょうね。一緒に頑張ろうね。よし、全力でアイドルしてみせる。その調子です、アリーザさん。よし、奥義を打ちましょう。主人公の武器はクラリスの楽器です。まあ、再生効果がついてます。ライブに花を添えますね。どうぞ受け止めてください。全力で行くから。アイドルになっても全部全部本気だ。くらいやれ。おう。地形は何も入れてないんでこんなもんでしょうね。よいしょ。ふんどし締めてかかるぜ。くらいやれ。ここに垂れてますね。修羅場とは言えねえな。一気に片付けちゃいましょう。さすがジェシカ。よいしょ。これでワンチャンですかね。大船に乗ったつもりでいな。はい、あ、ダメだ。サイ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 。まあ、土は何も入れてないですからね。で、 SR の自力を、 SR かつストーリーキャラの自力を考えると、まあこんなもんでしょうかね。さあやろう、二人で頑張りましょう。よし、これで終わりますよねと。よし、大量。まあこんな感じですね。お疲れ様でしたと。まあ大してお疲れ様じゃないんですが、よいしょ。まあ SR キャラついていくとボーナスがつくんで、まあ余力があれば SR で、 SR または R で行きたいところですかね。で、なんか証明写真がこっちだ。まあいいでしょう。カット。で、まあこんな感じですね。アイドルとソイヤに関しては。で、まあ今日が、最初のも言ったんですけど、7月11日で、7月15日18時59分までに、まあ買うのがこの期間までで、まあここに置いていれば、まあな1週間ぐらい持つんですけど、結局何を取るかっていうのがちょっと問題、まあ自分の中で考えてて、で今キャラ的に言うと、ちょっとあれから最初を見せた時から増えましたね。まあ、火は4人のままで、で水が1人で、土がユーステスが増えて4人で、風はレナが増えて、レナだね、レナですよね。1人で、光が2人で、闇がケルベロスとフォルテが加わって4人になったんで、でまあこのグラブルの、まあ自分のね、目標はリッチさんのね、パーティーを作る、まあいわゆる水闇混合パーティーを作るっていうのが目的なんで、まあ最終目標を優先するなら、次は水と闇の誰かを取るべきかなとは思ってるんですが、正直言って他の、あの属性も一定水準まで伸ばしておきたいんで、という考えもあり、どの属性を取ろうか、どのキャラを取るか、キャラじゃなくて召喚石なのかっていうのも迷っているんですけど、まあ正直は皆さんの意見が欲しいですね。視聴者さんの意見が。
まあ、自分がどういう考え方をしてるかっていうのを今からちょっと紹介しますんで、まあ、こういうキャラがいいんじゃないかみたいな。それともこういう召喚石でいいよ。それとも今回スルーしていいよみたいなね、もうことがあれば、ぜひ参考にさせていただきたいなと思います。とりあえずね、自分がどういう考えをしてるのかっていう話なんですが、アルタイルは取ろうかなーって思ってる選択肢の一つではありますね。水属性の強化という考えでもありかなーっていう感じで、ジークフリートはまあ今回はスルーかなってところですね。ジャンヌダルクもワンチャンかな。光属性にはちょっといるかな。基本的に考えてるのは水か光か風か闇ですかね、多分。で、土はやらない。シャルロッテ、まあワンチャン。バハームート10があるんで、多めを受けれるかな。ハービーですよね、確か。で、この子を受け取れるかなっていう。で、セルエルはまあなんか前から、個人的になんかいいなっていうのを思ってます。まあワンチャンありですね。で、バザラが持ってる。ビーラーは、リッチパーティーの架空なんで、ぶっちゃけ取っておいてもいいんですけど、これは後回しでもいいかなっていう感じですね。で、まあ、ジワラ持っていると。で、ベアトリックスは、まあ、エンディングにもあるんですけど、まあ、欲しいっちゃ欲しいですね。はい。それだけで、それぐらいですね。で、フェリーは、強いよね、だけですね。単純な占領強化だといいんですけど、オギゲージアップが、というか、数を叩くのがちょっと被ってるかな。まあでも、この子の方が優先した方がいいんですけど、まあ、かなっていう感じですね。で、ジャンヌダルク闇、なんつうか、この闇、闇がね、揃ってきてるんで、もういいかなっていう感じで、このディスペアっていう武器は、牽制と結構、いろんな意味で相性がいいんですけど、ジャンヌダルクは、まあ、優先度低いかなって、バンピア持ってる。アギエルは、火はね、ちょっと、火はあの子以外はちょっと今はないかなっていう感じでスルー。ランスロットは、確かにいいと思います。でもなんかアルタイルは、なんとなくいらない。いや、強いんですけど、いらない。で、ペトラは風確かに強いですけど、アタッカーが欲しいのが今の風なんで、僕の中では。なんか、これは後回しかな。で、キャサリンは土なんでちょっと今回はスルー。ロザミアは、光にもアタッカーがいないんで、奥義ゲージを伸ばすか、奥義の回数を増やすか、アタッカーで短期するかっていうのを考えたらロザミアも選択肢の一つかなーっていう感じですね。で、ネッツアルピーは、キャラ的に好きなんですけど、スキルが好きじゃないんで、ってところですね。で、青いド強いのは知ってますけど、何だっけ、ショニトル、テンションを上げる召喚獣を持ってないんで、ちょっと、まだ優先度は低いかなーっていう感じ。メルーは、土なんでちょっとね、みたいな。で、ユエルは、ありかなーって思ってます。正直。まあ、ありかなー。火はね、安定はするんです。回復がいないんで、ちょっとユエル欲しいかなーっていう感じもあります。ガベインはなんか、最終上限回復が来るらしいんで、性能次第で、まあ、次のサブチケとかで取れたらいいかな。普通のが良かったらね。まあ、いろんな意味で。で、レディー・グレイは、闇はもうそこまで、あとはもう、エンディングに書いてる奴らだけでいいかなっていう感じもしますが、まあ、ワンチャンありかな。フォルテは持ってる。で、ヘルエスは、で、スルーというよりは、まあ、好きなんですけど、スルーぐらい。で、アルルメイヤ土なんでスルー。で、カルメリーナは、面白そうなんですけど、アタッカーっぽくはないんで、スルー。ゼタは、いいとは思いますけど、なんか、頂上火力を出せるような火力ではないんで、まだいいかなっていう感じですね。で、コルワは、サポート系なんですけど、アタッカーが欲しいんで、ちょっとスルーかなっていう感じ。で、サルダン、これはなんかシュバリエマグナヘルで使えるとか使えないとかっていう話とあって、闇の杖っていうのもなんかいい印象はあります。欲しい気もします。でもキャラは好きじゃない。いや、すいませんね。ちょっとサルダン好きな人はごめんなさいですけど、ちょっと好きじゃないかな。好きになれないかなって感じですね。で、
カリオストロ、土もなんかアタッカーに変獣してるんでサポートキャラが欲しいって考えたらさっきのもありかなっていう感じなんですけど、カリオストロもワンチャンありかなっていう感じですね。で、ヒカリサルナはもっとなんか好きになれない。で、リリーはもうこれ以上ちょっと、まあこれも後回しかなっていう感じです。リリー、レフィーレっていうのは後回しかなっていう、まあ欲しい時に手に入ればなっていう感じですね。上2人は持っていると。で、長い、フィーナはまあありかなっていう選択肢ですね。光の弓っていうのと、まあアタッカー枠としては、まあ、あれなんだっけ、なんかトリプルアタックしないと扇威力が格段には上がらないんですけど、まあ選択肢でありかなって思ってます。風のメーテルは火が好きなんでいいかな。で、新しくアイルとアリーザが期間限定から工場になってサプチ系に帰って来るんですけど、アイルは面白そうなんで使ってみたい感もありますけど、これ以上アタッカーを増やすのはどうなのかなっていう感じもしますけどね。で、アリーザはまあスキン持ってるんで、まあ欲しいっちゃ欲しいですけど、強いのかなみたいな、あまり強さを感じられないみたいな、その上におるガンダコウザの方が強いんじゃないかなっていう感じがしますけど、男か女みたいな、いやそれ言ったらダメかな。で、ソシエ持ってる、ケルベロス持ってる、ユーステル持ってる、シルバーはありですね、正直なところ。強い、ただ一言みたいな。まあエンディングにもありますけど、強い、以上、ぐらい。キャラも好きですけどね。で、ヨドラーハは、島のハードボス、さっきのティアマトみたいなを倒す効率は上がりますので、まあ、その用途だけに使うなら欲しい。で、これ武器もね、ラストシーンと同じく、闇水工事なんで、これ武器が欲しいですね、正直なところ。まあ、なので後回しでもいいかなっていう感じはします。で、アーミラーはね、ちょっと風武器光キャラっていうことで、2色を、まあ、フィーナもそうなんですけど、補強できるんで、まあ選択肢でありかな。結構、僕は一番ありかなっていう。ビーラ、アーミラ、二刀みたいな感じになってます。今のところはそう考えてます。キャラも好きですしね、結構。で、ナルミアは火力が出るんですが、確かにドラフばっかなんですよ、闇。種族不明、ドラフなんで、ナルミアはドラフの攻撃力も上がるんで、さらにいいかな。ドラフパーティーも闇単体で見るならありかなっていう感じですね。リルルはなんか、リルルってますね。よくわかんないですけどね。なんか男性パーティーで組むと強いっていうのは知ってるんですけど、男がいない水に、はい、ということで。で、アンリエットはサポートキャラで、風に主力の火力がいないのでちょっとまだかなっていう感じで、クラリス持ってる、サラ持ってる、ソフィア持ってる。で、最後メーテラですね。火のメーテラはエルンパーの10点集っていう、まあ遥か自分にとっては遥か遠い先の話なんですが、十天使のエッセルが、なんだっけ、あ、エルーンか。エルーンなので、アタッカーとして、火メーテラを使うのはありかな。火の指っていうのもいいポイントかなっていう感じですね。で、召喚石の選択肢としても一応あります。まず、オリビエ。まあ、リッチオリビエっていう選択肢もありかなって。僕なんかリッチ結構マイナーかもしれないんで、まあいなかった時にオリビエリッチって強えんじゃねえかって一瞬を知ったのはいろいろあるんですけど、いう選択肢もありで、オリビエもありかな。リッチはまあ元から4とするつもりなんで、まあ、あと3体いりますね。まあ古戦場で攻防手を取るかサプチ系取るか、まあこれは本当にキャラが揃ってからでもいいかなっていう。オリビエもそうですけどね。だからほとんどキャラ優先かな。まあアテナは取ってもいいですね、本当に。非属性の火力アップとか考えたら。で、あとはナタクとかかな。オーディンとか、光と闇の攻撃力を上げれるんで、いいかな。最悪、オーディンパにシフトするという可能性は、まあないですけど、それならリッチを作ってからオーディンパっていう感じになりますかね。まあ最悪リッチパーティーにアーミラルっていう謎の選択肢も出てきたんで、僕の中で。まあ選択肢ありかなーっていう。まあギルガメッシュはなんか最終条件回復結構早い段階でするんですけど、まあ、このカーバンクル軍で
どんな最終条件解放になるかっていうのは楽しみですね。まあ取りませんけどねっていう感じですね。今のところはそんな感じになってます。まあ多分買います。まあ何になるかっていうのはまだ分かってないですけど、皆さんの何か意見を聞いてっていう感じですね。でまあいちいち聞き直すのめんどくさいと思うので、動画の説明欄にまあこういう理由とかで書いておきますので、まあ何かあればこのプロフィールのこの挨拶っていうところか、動画のコメント欄にこういうキャラがいいんじゃないですかみたいな感じでくれれば、それを採用するかってどうかは分からないです。参考にさせていただきます。まあ、基本的に出してから3日4日ぐらいで決めちゃおっかなーっていう感じですね。ちょっと早めに欲しいところがあるんで、まあ、サマーバージョンはもう貯めてますんで、まあ、それはもう一気に放出しようかなっていう、8月の末にね、出そうかなっていう感じですね。とりあえずサプライズガチャチケットのまあ何か意見がというか案があればぜひぜひ欲しいですね、本当にっていう感じで、まあ待ってますというかね、まあそんな感じですね。で今はまあこの魚やってるんですけど、これはこれでバカンスのいい思い出か。あと4日なんですけど、まだ45話なんで、これはちょっとロボミを完走したんで、こっちはちょっとゆっくりいってる感じですね。はい、まあそんな感じですね。でまあエンディングにもあるんですけど、チャンネル登録とこのシリーズの最初の動画とツイッターの方はまあエンディング書かれた通りなので、そこからアクセスどうかリンク貼ってあるんで行ってもらうとすぐにそこにダイレクトで飛ぶことができます。でまあ先ほど説明したサプライズガチャチケットの案、何かいい考えがあればまあ皆さん多分方が多分知ってると思うので、本当に何かアイディアとかいただければなと思っております。こんな感じですね。ちょっと長くなりましたが、こんな感じで皆さんのアイディア募集してます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。